皆さんこんにちは、滝沢克成でございます。今回はこちらベベン、この NUX というメーカーのこのマイティエアーというギターアンプをちょっから買ってしまったので、皆様にご紹介させていただこうかなという、そういう動画のあれでございます。これね、全然知らなかったんですけども、ある時の生徒さんが持ってきてくださって、竹谷先生これ知ってますみたいな感じで、どやーみたいな感じで、なんかお弁当箱みたいな、なんかそういうランチバッグみたいなのから取り出してですね、なんかこう見せてくれたんですよ。で、それ見たらなんか、そんなのすげえ面白い、超欲しいみたいな感じで、その場ですぐポチってしまったって、そんな感じなんですけども、なんかすごい面白げな、なんかギターアンプなんで、もうとりあえずもうノリで買ってしまったみたいな感じなんですけども、そんな感じで皆様と一緒にこのね、いろいろと楽しんでいこうかなという感じでございます。画面段ズバババンとお手元の方も見せしながら行こうかと思います。もう開けちゃったけど。開けちゃったけど、こんな感じで説明書が入ってるみたいですね。説明書、マイティエアコントローラーパネル、ワイヤレスんたらかんたらみたいな。なんとなくそうね、ざっくり触らせてもらって知ってるんだけれども、ちょっと僕もあんまり分かりきってないところがたくさんあるんで、その辺をですね、こう試行錯誤しながらやっていこうかと思います。箱を開けてみるとこんな感じでございます。スポンジがありまして、ストステイ、これがその本体だ。すごいね、ちっちゃいね、これ、もう半端ないね、これどういうことだって感じですよ。ちっちゃちっちゃ、こんなもう両手で取れる、両手で支えられる感じの、すごいな。でもなんかこうね、あの、なんて言うんでしょう、その高級感みたいなの結構ある感じですね。なんかずっしりしてる。で、なんかこのプラスチックもその安っぽい感じじゃなくて、なんか表のメッシュのところもなんかすごくこうね、肌触りというかなんかいい感じでございますし、これがギターアンプですよ。お金が入ってるのかな。あとはもう空き箱ですね。こちらがスポンジがあって、これは置いておこう。で、なんか入ってます。これがそのジャックなのかな。開けてみると、あ、 USB の充電ケーブルですね。 USB-C で充電するんですね。すごいですね。僕この USB で充電する系統はもうすごい大賛成でございますよ。なんかその付属のアダプターとかでかいやつとかね、ちょっとこのかさばっちゃったりとかね、なんかこの携帯性が悪かったりとかするんで、こういうのあるとそのどこでも充電できるからね、充電器持ち歩かなくて済むし、ここですね、USB の。スピード、リセット、あ、リセットか、リセットボタン、USB、このまま刺せばいいんですね。で、これもう電源、あ、入ったわ、充電しなくてもいけるわ。もうサクッと電源入りましたよ。で、この箱の中にはこんな感じで、このワイヤレスが入ってると、すごいよね。アンプにワイヤレスついてるんだぜ。すごいよね。これボタンポチッと押すとこれ繋がるって感じなのかな。これかな、パワー。あ、長押しで入りました。電源が入ったっぽいです。これでも音が出るんでしょうね。長押しで消えた。よし、やってみよう。早速ですがやってみよう。ギターを接続、そして電源を長押しすると、この緑色ランプが光る。そしてこっちの電源を入れる。ポッとね、入ってるのかな、入ってないのかな。電源入りました。で、ここでゲイン、ボリューム、トーン、ディレイ、レシーバーボタン、これかな、このボタン押さなきゃいけないのかな。これで、お、来ましたね、来ましたね、出てますね。あー、こりゃー、こりゃー、あなた、こりゃー、あなた、これはひょっとするぜ。で、このチャンネルってボタンを押すと歪むとか、そんな感じなんですかね。わあ。おお、びっくりした。緑色のなんかまた音が違う。
はぁ、音出てますよ。なんかもうこのシーンですげえやって感じですね。これってこうね、これワイヤレスだからさ、電池バッテリー内蔵してこれ電源つながってんすよ。でこのままつないでね、ワイヤレスのこれペッて入れればもうレシーバーが受信してくれて、はぁっていう感じっすよね。なんかもうはぁですよ。感動とかそういうのではなく、はぁって感じです。で、この Bluetooth 接続をすると、この iPad とかでなんか操作ができるらしいんですよ。とりあえずこのなんか iPad でこっち側のそのアプリだけ入れたんですけれども、Bluetooth ボタンがテカテカしてるってことは、これまで Bluetooth 接続がされたいところだと思うんですよね。ちょっと iPad の方の設定とかでいけるのかしら。設定 Bluetooth。あ、来ました。Mighty Air ありますよ、ここに。これを接続すると、こっちのランプが、来たー！なんてわかりやすい親切設計。で、このエディットとか言って、音を、ゲッティングデバイスデータ。おぉ、すげえ反映された。アテンション。なんか、いろいろ出てきたけども。ああ、ちょっと、あんたの使ってるファームウェアは古いよって言われてるな。ちょっとごめんなさい。はぁ。ああ、ちゃんとこのつまみを動かせば、画面の方も、反映されておりますですよ。で、こっからなんかこのディストーションとかチョイスして、で、音が大きいときはどうやって調整すればいいのかな。このレベルでいいのかな。便利すぎて、すげえな。で、こうなんかiPad の方を覗いていくと、なんかこのね、ゲートとか、なんか FX とか、なんかいろいろあるんですけど、このエフェクターをかけられるって感じなんですよね。タッチバウですって、電源ボタンをポチッとしてみましょう。タッチバウ。こんな感じのタッチバウ、こうタップするのがいろいろ出てくるのかな。出てきましたね、タッチバウ、ユニバイブ、トレモロ、いろいろありますよ。スリーバンド EQ、マフ、クランチ、リード、ディストーション、なんとかドライブ、ディストワン、まあフェーザーとかそのね、空間系とか、このなんて言うんでしょう、このコーラスとか、なんて言うんでしょう、こういうの、こういうカテゴリー、ちょっとフェーズ系と言いますか、もうできるし、イコライズングもできるし、でブースターみたいなね、こう TS のそのなんかチューブスクリーマー的な、なんかそういうドライブをなんか醸し出すよみたいな感じでしょうね。あー、でモジュレーション。デジタルディレイ。はあ。はあ。
すごいなぁ。ちょっと待てよ、これほんまだって、これってアンプ買ったらエフェクター全部一式揃っちゃったみたいな感じじゃないですか。しかもこんなワイヤレスまでついてね、しかもこれどこでも練習できるわけですよ。別にこう電源繋がなくてもいいからさ、あっちの部屋行ったりこっちの部屋行ったりとかさ、リビング行ったりとかしてもさ、これとギターだけあればもう全部がもう OK なわけでございますよ。車の中で練習したりするのもいいかもしれないし、公園行ったりとか河原行ったりとかして練習するのもいいかもわからんし、野外に持っていくときにもうなんて便利なんだってアイテムでございますよ。すげえなぁ。すごいなぁ、これは参っちゃうなぁ、ちょっとたまんねえなぁ、やべえなぁ、これほんまに。で、このなんかこう、セーブってやるから、これなんか選べるっていうか、そのね、なんかこのプリセットとかはなんかこの、ね、保存することができるんでしょうね。で、これでこうなんか呼び出したりとかもできると思うんですけども、ちょっとエラーが出てきてしまいました。あ、セーブで OK 出ましたね。ゲッティングデバイス出た。はぁーん、すごいなぁ。Bluetooth のセッティング。あ、やばい、マンプか。アンプをどれ選ぶかみたいな。ジャムトラック。なんかそのトラックが流れるんでしょうか。流してみましょうか。NX、R&B、C。ちょっと、音いい。音いい。ちょっと待って、音いい。すごい。音いい。めちゃめちゃ、なんかバスドラの低音が、しっかり出ている。あ、しかもこれで、このつまみだ。このつまみの音量が、チョイスできる。すげえ！めっちゃ音いい。ちょっと待って、これめちゃめちゃ面白いぞ。ちょっと待って、ディストーションにして、ちょっともう一回ジャブトラック。ファンク、今いいの。あ、なんか、ランダムで流れたぞ、なんか。干渉してるな。この人かな。この人が近くにいるからダメなのかな。 iPad が近くにいるから。おー、こんなポップ C ですよ。ポップ C。 ちょっとこれめっちゃ面白いぞ。ちょっと待って、永遠にトラックが流れる。スリルディサピア。これまあスリルイズゴーンってことですね。スリルイズゴーン。
ちょっと待って、これは永遠に終わらないものになってしまう。そんな感じでちょっと単純に遊んでただけだけど、このジャムトラックっていうところをね、このパーってのがね、再生するとずーっとこうなんかランダムに流れてくれるから、なんかずーっとこれだけでも多分遊べそうな感じがしますね。でドラムってあるから、これまあリズムパターンとか流れるんでしょうね。オン、あ、メトロノーム、ポップ、こんな感じでドラムトラックとかメトロノームとかもあるからね、練習もこれでもうバッチリできちゃうよって感じでございますよ。でまあこんな感じに音を作り込んだりとか、そのね、こういうアドリブ練習とかもできたりとかして、まあなんて便利な世の中だって感じですよね。で確か生徒さんがね、その電源を消して長押しかな、電源長押しで電源が切れて、でこれの充電があの USB でもいいんだけれども、ここを挿すと充電できるみたいなことを言ってた気がするんだけども、気のせいかな、ちょっと気のせいだったかもしれない、嘘ついたかもしれない。ちょっと本当にこのアンプを買って説明書何も見てないんであれなんですけども、とりあえず USB 繋いでみましょうか。 USB をバッと繋いで、さあどんな変化が訪れるのか。そい、あ、充電ランプが点灯いたしました。で、これでなんかどっかでなんかこう充電できるみたいな話があったような気がするんだけども、ちょっとわかんないんであって概要欄の方に書いておきます。そんな感じで今日はですね、ちょっと生徒さんに教えていただいたこのおもちゃの NUX のマイティエアというアンプを紹介させていただきましたよ。多分これめちゃくちゃ便利だからね、またなんか違う動画で登場しそうな気がしますでございます。まあね、普通に Amazon とかで2万円ちょっととかかな、そのぐらいで買えるすごいお手軽アンプで、なおかつも見ていただいた通りすっげー便利なんで、まあ一家に1台あっても全然問題ないんじゃないかなと思います。もしよければご検討いただければ幸いでございます。そんな感じで今回の動画は、そのアンプ紹介でございました。もし感想とかリクエストとか何かね、ご意見とかありましたら、ぜひお気軽にコメントの方ババッと残していただけたら幸いでございます。それではまた違うところでお会いいたしましょう。グッバイ、さよなら。あ、これ電源を入れると給電される感じですね。これ電源切っちゃうとこの給電が終わると、だからそのバッテリー、これ充電しなくても電源を入れた状態にすればこちらでその給電できるって感じなんですね。でまあそのつなぎっぱなしも全然構わないし、これ給電しながらこのワイヤレスの方もまあチャージしながらみたいな感じですね。すげえなー。しかしこの中また音がいいよなぁ。これやべえなぁ、マジで。なんかちょっと音楽を、ちょっと人のを流すわけもいかないんで、なんか自分とこのやつを、ペポポポポ。おぉ、すげぇ、すげぇ、すげぇいい音が出てる。うそぉ、うそぉ、大人へのチケット嘘たような気がして、出してはしまって意味もなく、すげえ、なんだこれ。始発も終電も気にしなくて、すげえいい音。いつでもどこでも誰にだって、いや、ちょっとステレオですよねこれね。あ、で、これはその外部のボリューム変えられるわけですね。すごい。で、これね、ちょっと引こうかなと思ったら、なんかこれペコって引っこ抜いてね、電源入れてこれ接続して、で、なんかこのチャーリーバー、このレシーバーボタンを押してレシーバー接続して、で、チャンネル選んで、ボリューム調節して。
あまりの便利さにちょっとなんか気絶してしま、気絶してしまいそうなぐらいのあれですわな。やべえな、こんなものが今の世の中には存在するのですね。すごいな、これなんか一家に一台とかなんか言ったけど、マジ全然それありだわ。普通に全然ありだわ。本当に初めてのアンプとかでもいいかもしれない。もう家でギターをエレキギターを練習する人はもう全員持ってても、もう全然損はないよ。これ本当にめちゃくちゃいい音だし、ちっちゃいし軽いし楽ちんだし、 USB で充電できるし持ち運び楽だし、はあ、はあ、すげえな。すげえわ本当に。すげえ。